こんばんは。こんばんは、しきです。よろしくお願いします。です。ちょっと上げますね、これ。ご無沙汰しております。話しております。おります、おります。今、先ほど YouTube の方を前回ご出演いただいたやつ見てたんですけど、もうかれこれ10ヶ月前って約1年前ぐらいになりそうこんなにな。なりますか？ですね。配信ながなちゃん。あれだね。ありがとうございます。皆さん。お子さん、いらっありしがとうございます。そうですそうですね。よね。あ、鶴さん、ということで、コメント、拾えるところは拾っていきながら、お話とかをゆっくりできたらなと思ってます。ね、ナミちゃんね、分かってるよ。ありがとうありがございとう。ます。初めてなんですよね、実は。あ、リュウコウさん、こんばんは。インスタライブあんまりしたことがなくて。あ、そうなんですね。初めてです。当ですか？こんばんは。みんな来てくれてる。なんか、ありがとうごこんざばんいまは、あす。りがとうございます。会えた。ありがとう。ありがとう、ありがとう。そう、最近はね、忙しくしておりましたので。そうですね、個展がもうすぐですよね。明日、あさってですかね。10月11日から。ねえ、安虎さん、俺だよ。わ かってますよ。そうです、いよいよです。東京での個展は初なので、ちょっとドキドキしながら。あ、やったね。そうなんですね。そうなんで個展について今日はお話を聞いていきたいなと思ったりするんですけど、こちら、アーカイブも残そうかなと思ってるんで、ちゃんつーりさんのことを知らないよって方もいらっしゃると思うので、最初に簡単にでいいので、自己紹介お願いいたします。台湾出身の、視覚瞑想アーティストの、チャンツーリンでございます。よろしくお願いしまよろす。しくお願いいたします。最近はあれですかね、作品が、だるまのやつをインスタで見させてもらって。そうですね、最近はだるまを結構たくさん制作していて、まあ、今回の、っていうのも、まあ、今回のその東京の個展の場所が、ちょっと普段その陶芸の作品を置いたりしている場所で、で、ちょっと和テイストなものが合うかなと思って、で、以前もちょっとそのだるまを制作したも、あの、ものが一つあったんですけど、あ、ちょっとまた作りたいなって思ってたので、ちょうどいいかなと思って、な今るほ回、どですね。ちょっと用意してみました。だるま最高。だるますごいっすよね。これもかなりの点数がありそうな感じですもんね。そうですね。中ぐらいの、これぐらいの、今もうちょっとみんな荷造りしちゃったので、実物をお見せできない。10センチぐらいの高さのものが、10点と、あともう少し小さいのが、まあ、本当は10個作りたかったんですけど、4点ぐらいと、あとは、大きめのものが、大中小、あ、大中小みたいな感じで、3つあって、みたいな。インスタントありがとう。実物をもうぜひよかったら見てください。ですね。冒頭で一発目、告知、宣伝しとこうかなと思います。忘れる前にですね。10月11日、明日、あさってですね。今日が10月9日なので、から14日ですかね。はい。全日程、13時から17時で、東京の世田谷区にあります、くぬぎ屋という会場ですかね。くぬぎ屋さんで。はい。声聞いたらウなるといキウうことキで。すると嬉しいわ。5万円かな。 そう、こちらのね、以前一番古いだるまがこちらのもので、で、ちょっとこれをちょっとフライヤーの、ビジュアルメインにし、あ、メインビジュアルにしましたので、ちょっと今回はちょっとだるまだけじゃないんですけど、ちょっと結構だるまメインでやってみようかなと思って。大阪ね、大阪は、今までちょっと京都何回か行ってたんだけど、大阪もまた行く機会があると思う。ぜひ、よろしく。じゃあ、大阪大に阪も。行った際には、ぜひですね。なるほどね。あ、しきさんは、こはのい。コメント。コメント見れてます。オッはい。ケー、オッケー。見れてます。ありがとうございます。ということで、じゃあ、個展の、お話とかを最初に聞きたいなと思ってるんですけど、
はい、今回の個展は、ちょっといろいろ今もお話聞いちゃったかもしれないんですけど、そもそものコンセプトとか、こういうのをやりたいからやり出したというか、やることになしましたみたいなのとかってあったりするんですか？そうですね。まあでも、なんかその、もし、知り合いがいるから、東京でもよかったらやらないかっていうふうに、お誘いいただいて、で、場所を紹介していただいたので、なんか、今回は、東京初個展っていうことで、特になんていうの、空間づくりを全部含めた個展っていうよりも、ちょっと、なんていうの、初めての東京の展示会で、ちょっとその作品をちょっと展示させていただくっていう感じなんですよね。もっと、がっつり広めのギャラリーとかでしたら、ちょっと空間作りも含めて全体を作り込むっていうふうにするんですけど、まあ、今回は場所もちょっとそんなに広い店舗じゃないので、ちょっとどちらかというと本当に作品展示を中心にっていう感じのイメージですね。そうなんですね。はい。で、ちょっとこじんまりとしながらっていう感じですかね。今、このくぬぎ屋さんの、インスタグラムの方で見させてもらってたりしてる会場を、結構小物というか、そういったものも置けるような棚があったりとか、そういう作りなんですかね。そうそう。なんか、私も写真を送っていただいて、見たとき、なんかちょっと小物の方が合いそうかなっていう。まあ、壁面もちょっと、大きめの作品も持っていくんですけど、本当にがっつりした対策はちょっと厳しそうなので、そこまで大きいサイズのものは、今回はちょっと持っていかないかなっていう感じですね。そうですね。YouTube で紹介させていただいたやつとかは、もう巨大すぎるぐらい巨大な作品とかですもんね。そこまでのはちょっと厳しいと思って。名古屋もね、名古屋も大阪もね、クヌギア、クヌギア、そうそう、クヌギアです。クヌギアさん。はい。そうですね。そなんです。ちらくらいですね。なるほどですね。この前、4月の時に、京都でも100号のサイズの作品を持ってったんですけど、ちょっと、持って行きたかったんですけど、ちょっと厳しいかなと思って、でも、ちょっと見る距離感がちょっと、微妙だなと思って、ちょっと諦めました。確かにそうですよね。引きでも見たいですもんね。見ていただきたいですもんね。全そう、体飾も。ればいいってもんじゃない じゃないですか。なので、そのはい。辺も結構、今回の、はい。個展に向けて、まあ、だるまとかをたくさん作ったり、ちっちゃめの作品というか、壁の作品とかも作られて、展です示するっね、て感じはい。ですか？そうです、そうです。くぬぎ、あ、くぬぎあさんも、来ていただきました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。小さい作品に関しては、10センチ角とか、そのぐらいのそうですとね。かがメインですか？作品と、まあ、A4 サイズぐらい、F4 号ぐらい、F3 号、4号ぐらいのものも何点かありますけど。あとは、まあ、ちょっともう少し大きめな作品も何枚かは持っていくんですけど、そこまで本当に巨大なものは、今回はそんなにないです。なんか空間演出は、まあ、抜きにするわけじゃないですけど、じゃなく、どちらかというと、展示をして見てもらって、知ってもらって、そうですね。と、もともとっていうところですよお店屋さん自体がちょっと少し和な雰囲気なので、もうそれを活かしたにしていこうかなと思っています。今お話しできる範囲でいいんですけど、こんな感じになっちゃうかもよ、みたいなのだったりするんですか？そんなに言わない人はないんですけど。まあでも作品自体が、はい、もう、はい、びっくりしていただいて、作品自体を。バチッと見ていただけるような。そうですね、はい、こんなにね、派手なだるまたちはなかなか多分そんなに見ることがないので、そうですよね。つごん覧いただければ。さんは、直接搬入も搬出も終日いらっしゃるんですか？待機中とかは。搬入も搬出もいますし、終日一応その機械会期中も在廊しています。あ、そうなんですね。じゃあ、東京出会えるチャンスですね、皆さんも。そうです、そうですね。ね、そうね。ね、たくさん来ていただけるといいな。そうですよね。と思い。今回の、出展、展示する作品って、なんかこう、結構メッセージ性の統一感があったりとか、逆に、全部バラバラにしてるとか、そういうのあったりするんですか？まあ、もともと
作品作りのコンセプトとしては、その思考瞑想だったりとかっていうふうに、コンセプトがあるので、まあ一応全般的に思考瞑想アートっていうのは、コンセプトはあるんですけど、まあ今回はどちらかというと、その線画の、白黒のものよりも、どちらかというとちょっとカラーメインな感じで、持っていこうかなと思っています。なんか、こう、カラフルなもの、インスタグラムに載ってるやつだけで、ちょっと見させてもらってお話しさせていただいてるんですけれども、結構カラフルな色合いが、極彩色なものとかもあったりすると思うんですけど、色のチョイスとか、このデザインでこの色とかっていうのは最初に決まってたりしてたんですか？全然決まってないです。もう、毎回インスピレーションで決めていますね。色の選定というか選ぶときは、もうその時に描きたい色をこう、絵の具を取って描いていく感じなんですそうか？ですね。でも一応、そのごちゃごちゃになりすぎないように、3色ぐらいでっていうのは決めてやってああ、あまるす。程度のルールというか、は決めそうでて。す。そうです。大きい方は、そういう制限なく、もっと、色の種類が多かったんですけど、小さめのものは3色ぐらいでまとめました。その辺もやっぱバランスっていうのも最初に念頭に置きながら。そうですね、モノクロ系の作品もちらって出たりしたりするんですか？あとは、あります。下書きはね、してないんですよ。下書きせずに、全部、そう書いてます。そうですよね。シンメトリーに書いてるので、結構下書き出した後めっちゃ集中して書かないといけないので、ちょっと大変。いや、逆にでもそこを見てもらいたいですよね。このシンメトリーのデザインで、しかもアナログというか手書きでそうです、書いていそうでるっす。ていう。そうなんです。もう本当に、もうここそう2ヶ月ぐらいずっと本当、だるま職人みたいな感じでしたね。こうやって。で、下に穴が開いてるので、乾かすときに、こういう筆とかにこう刺して、こう机になんかを並べてみたいな感じだったので、本当にだるま職人みたいな感じでいした。や、本当ですね。絵付けしてる時のもうまんまですよね。本当にまさにそんな感じでやってましたので。いや、でもこのシンメトリーをデザインで作るのって、かなり技術的にも大変かなと思うんですよ。平面でも難しいと思うんですけど、立体になったらより難しいと思うんですよね。そうなんですよね。でも意外となんかまあ、確かに平面の方が全然簡単なんですけど、平面だと結構、そうなんだろうね。もっと、だるま職人、平面の方がもう少しなんか綺麗に描きやすい。立体だと結構やっぱその左右のバランスがちょっと難しかったりはでもします。そうですよね。逆側が見えないかったりするので、確かに。長こめのれ、後ろ側に回っちゃってるので、ちょっとそのバランス取るの結構難しいです。そうですよね。この後ろが、だるまさんの後ろ側とかもかなり塗り込んでたりするそうでですね、よね。方がまだ一面なので割と簡単なんですよ。横が難しいですね、横が。確かに横は真逆ですもんね。見えないので、なんか感覚でやるしかないであ、もうす。感覚で完全にやってたんですか？そうです。すごい。この密度で感覚でしかもそのデザインを覚えてるってすごいですでもあまりにずれてたらちょっと直しますけど、ね。も結構そう、感覚でやってました。うわ、すごい。そういうのもこう、立体物って、まあ、写真だと伝わらない凄さとか、いうのがより如実に現れますよね。平面もそうなんですけれども。写真もね、皆さん見ていただいてるんですけど、やっぱりその実物をね、こうちょっとぐるっと一周回っているところをね、ちょっと見ていただけると、よりなんかね、感じるものがあるんじゃないかなと思うんですけど、一応その全体を見てほしいから、なんかディスプレイ用の回転台みたいなのもちょっと買って、やば。ちょっとぐるぐるとかなと思って。いいじゃないですか。ですよね、絶対回ってる方がいいなと思っ絶て、対ちょ日替わりでちょっと回そうかなと思って、日替わり回転さすがに全員回ってるのはちょっとやばいかなと思って、確かに、それはそれなんか違った空間になっちゃいますよね。そうなんか2体ぐらいに、2体ぐらいだけ回します。いいっすね。あれですよ。電池とかなんか、あれで、こう、自動で 動くやつですよね。そうです、
構いい。それ楽しそうですね。ですよね。はい、ちょっと楽しみなんですよね。もう、ついさんご自身も楽しみですよね、それは。こうなっていくのは。はい、回したりとかは一応見たりはしてるんですけど、動画に撮ったりとか、でもなんかそのちゃんとした場所に並べて、こうね、ちょっとちゃんとディスプレイで回すっていうのはちょっとまだしていないので、それをちょっと多めに回ってくださいね。回ってください。多めに回ってください。多めに回ってく回ってください。ださい。会場で一緒にいいですかね。だるまを見ながら。一緒にぐるぐる。戻 いや、そしたら、一瞬見えない時間が、見えない時間半分ぐらいありますから。ったらまた同じ面にしか見永そうだ遠ね。に結局一緒のところしか見えないので。ずっと一緒のところだけ見える。まあ、ぜひ、ご自身は泊まってゆっくり見てもらえたら。はい、ぜひ、本当に、そうなんいや、そう。です。平面の作品も、まあ、いろいろ、まあ、ちょっと過去作が多いんですけど、平面の作品も持っていきます。東京発なので、まあ、ちょっと過去作も一緒にちょっと連れて行こうかなと。新作は新作で別に書き下ろしは少しあるって感じですかね。そうですね。サイズ小さめの、ミニフレームみたいなものは、数点あります。どちらかというと、新作車ばっかりですね。なんか新作制作するにあたって、この個展を念頭に、個展に展示することをイメージして書かれたとは思うんですけれども、それにあたってこう、過去作品と比べてご自身の中で、なんかここを結構意識したとか、ここはアップデートして変えた。こういうところを古典だからこそ、ニュアンスを出してみたとかってあったりするんですか？変化とか。うん、そうですね。まあでも、過去作の、このだるまにしても、過去作のだるまと、今回はちょっと雰囲気が違う感じにはなっています。やっぱりちょっと今回は、なんか和テイストなイメージがちょっと強めでした。自分の中やっぱりその、空間とマッチングするような作品に。で。はい。結構、普段、古典をするときとかは、割とそのイメージがなんとなく降りてきてからそのシリーズの作品を作ったりっていうのはあったりするんですけど、今回はどちらかというと先に場所ありきで考えたので、ちょっとあ、じ普ゃあ、段とは。そうですね。普段とはちょっとテイストが違って、そこの会場だからこそ生まれた作風だったりするっていう。はい。前のだるまは、前にもだるまは、今回のフライヤーに載せただるまが結構、まあちょっと前に作ったもので、で、結構お気に入りだったので、また作りたいなって思ってたんだけど、ちょっとなかなかそれに至らなかったが、今回のきっかけに、たくさん生み出しました。乞うご期待というか、もう明日、明後日ですね。そうですね。明後日スタートで。はい。皆さん、チェックお願いします。で、実は今日は、個展のお話もそうなんですけれども、活動している理由みたいなところとかを深掘れたらなと思ってまして、はい。ちょっと、深掘ったら、なんか、その活動している理由って何すかって聞くの、なんか、ね、ちょっと、めっちゃディープな話しそうだなっていう感じが出てますけれども、まあ、気軽にお話聞けたらなと。いや、でも活動してる、それこそ本当に最近、自分でもそれを考えてたんですよ。活動している理由は何ぞやと。ね、気をつけていきます。そう、でもね、なんだろうな、もともとはね、すごい、書くのが好きだから、やってみるっていうのからスタートは多分皆さんそうだと思うんですけど、なんでしょうね、活動してる理由、ちょっと最近自分でもね、ちょっと深掘っているところで、なんか明白な答えがまだちょっと導き出せてないんですよね。やりたいっていう、なんかそれだけの すごい理由。ね、純粋な理由なんですけど。でもなんかその純粋さがあるから継続できてるみたいなところもあるかもしれないですよね。続けられてる。それはあると思います。というか、なんだろう、作品を制作するっていうことが、まあもちろんね、職業だったりとか、そういうことにつながっては今いるんですけど、仕事としてね、なってるんですけど、でも、そうじゃなかったとしても、じゃあやらないのかというと、別にそんなこともないと思うんですよね。
だから結局なんかそういうところでっていうよりも、まあ、やりたいから多分ずっとやり続けると思いますし。やっぱその根本的にその活動をしていきたいというか、アーティスト活動というか、この表現活動をしていきたいっていうところに、はい、もう表現活動をし続けるっていうことが自分にとっての喜びだからなのかなとは思いますね。なんか表現活動をしていく上で、こう、今喜びってお話あったじゃないですか。こう、具体的に、なんかこう、わかりやすい、こういう幸福とか喜びがあるってあったりするんですか？そうですね。まあでもやっぱりそのお客さん歩きですよね、そういう時はね。もちろんその作品が出来上がったわ、なんかすごいいいものを作ったわっていうのももちろん喜びではあるんですけど、その展示会だったりとか、まあ SNS でもいいですよ、SNS で写真載せた時に、わ、この作品すごい好きだわ、だったりとか、ね、なんかそういうのを言っていただけたりとか、もしくは、まあその視覚瞑想っていうのをコンセプトにしているので、あ、これを見ることで本当に自分にとってはすごい瞑想体験につながっていくわっていうふうに言っていただけたりとか、と、あとはその、空間を本当にしっかり作り込んだ、個展の時は、そこを体感していただいて、まあすごいなんかこう自分なりになんかこう自分の内側とすごい向き合えたっていう風な声をいただくことが割とあるので、なんかそういう時にすごい、あ、なんかその自分の視覚瞑想っていうコンセプトはちゃんとその人に伝わって、その人の内側につなげられたんだなっていうのが結構嬉しいですね。なるほどですはい。ね。やっぱりこう、人ありきじゃないですけど、誰かにこう伝えていったり、なんか気づいてもらえたはい。り、知ってもらえるみたいなところに喜はい。びを感じたりっていうところですかそうね。ですね。好きなことが仕事になることに不安はなかったですか？最初は不安だなって思ってたんですけど、でも、別にそれが仕事にならなかったらならなかったで他の仕事すればいいし、それを仕事にできないから辞める理由にはならないので、そこまで不安はなかったです。いや、めちゃくちゃいろんな活動されてますもんね。なんかね。あ、まあ、それは、YouTube の方でぜひご覧ください、皆さん。お話ししてそうまですね。でしたもで。まあ、ね。やっぱりその、メインはどちらかというと、やっぱりね、なんか作品制作の方にはなりますけど、なんか他のことは、やれる範囲内でしますっていう感じですね。なんか逆に、こう、誰も見てもらえなかったりしたら、まあ寂しいは寂しいんですけど、その環境でもやると思います、自分は。やると思います。やっぱりそれを、こう自分の中でこう表現をして、まあそれを誰かに伝える伝えないっていう以前のフェーズで、自分のこの中を出していくっていう、そういったそうですね。ところに喜びがあったり。見てもらう人もそうですし、作る側の自分もそうなので、やっぱり自分の内側と向き合うことと作品を制作させることは結構イコールだったりするので、なので作りながらすごいすっごい自分の心を深掘りしてはしています。今回の個展の制作、新作で結構深掘った部分でお話しできる範囲で聞きたいんですけど、どういったところを深掘ってこう生み出した感じがありますか？いやでもいろいろですよ、本当になんかいろいろ思考は割と私コロコロ切り替わるタイプなので、才能が羨ましい、ありがとうございます。コロコロ切り替わるタイプなので、いろんなことをすごい考えるんですよ。例えば、まあその制作してる時にね、結構その音楽を聴く方が多いと思うんですけど、結構私、殺人事件とか聞きながら結構制作するちょっこと意味がわからない。ちょっと意味がわからないです。殺人事件聞きながらって何？どういうことですか？を聞きながら、映画とかですか？なんか殺人事件のチャンネルとかいっぱいあるじゃないですか、今までの。ああ。ね。ああいうのが子供の時からすごい好きで、ああいうのを聞きながらずっと制作してるんですけど、例えば、じゃあ、まあ、誰々が、こんな犯罪を犯して、この人はこういう、いで、成り立ちでこうなりましたっていうのを、なんか自分なりに、こう、いろいろその人について考えるんですよ。で、それを見てみて、自分
分の心とはっていうのをすごい考えたりする。なるほどですね。嫌いじゃないです。はい。その現場というか、その殺人鬼とかはい。をイメージして、その人の気持ちとかも咀嚼しながら自分だったらとか、自分に置き換えたりとかして、想像もしていったりするんですか？なんです。どちらかっていうと、まあ、その犯罪者に限らず、こう人間の心理っていうものにすごい興味があるので、私。で、その心理もさ、やっぱりその一人一人が自分の心に向き合うためのツールというか、なんかものとして、なんか作品を通して自分と向き合うっていうのもあるし、だから人間の心っていうのはすごい興味があるんですよね。で、実際なるほど。に展示会とかで、こういうふうに感じましたっていうふうにお客さんの声をいただくのも、あ、なるほど、この人の心はこういうふうになっているんだなとか、なんかそういうね、その心と作品が結構自分の場合はつながっているような気がします。なるほどですね。そうすると、作品でよく僕もお話聞いたり、そういうふうに表現したりするんですけど、メンタルが、の状態で、同じ絵でも見え方が変わってくるって、よなんでくすよ。あそうりまなんすよでね。す。はい。そうなんです。だから辻それさんのが、作、はい。興味深いですよね。そうですよね。辻さんの作品はより、なんかその、見る側の、オーディエンス側の心理状況によって見え方が変わってくるのが如実にわかりやすいって言ったら、あれ、正しいかわかんないですけど、結構変化しやすい感じはするんですよね。見たときに。なので、まあなんかその魔術とか呪術の勉強とかもしたりしてるんですけど、でもそれってなんかその私の作品ってすごいそれとつながってるなって思うんですよね。結局その呪術とか魔術とかそういうまじない的なものも自己暗示みたいなものじゃないですか。で、私の作品も結構見る人によって何に見えるっていうのもその人の自己暗示なわけじゃないですか。そういうものなのかなって思うんですよね。なんか結局人間は自分が見たいものを見るんだなっていうふうに、見たいものに見えていくんだなっていう、なんかこう一つの研究みたいな感じにもなっている気がします。なるほどですね。今ちょっと面白かったのが、見たいものに見えているっていう解釈と、もう一つ僕思ってるのが、求めてるものに見えてくるみあ、たいそな。れ。見たいものとはちょっと違っあ、ほ、て、自分違う。が今、そうですね、へっこんでる部分を埋めるようなものに、を見えてくるというか。だから癒しが欲しい人は癒しを感じるし、パワーが欲しい人は強さを感じるだろうし、なんかそういうのあると思います。内だ臓から、に朝がさ、サスペンスタワーそうに言われたってわけではないんですけどね。そういうわけではないんですけど、たまたまそうなった。いやでも今のお話聞いてたら間違いなくそういうふうに思いますよね。確かに。内臓をイメージして書いてはいないんです。まあでもね、私の作品ってね、こう小さいものがこうね、外に広がっていく、まあ、全てのね、その生物とか、ね、物質ってそうじゃないですか。全部そういう小さい粒子のつながりでこう真ん中が広がっていくっていうものなので、まあ、必然的に内臓やらその人体やらいろんなものがそういうふうになるので、だからそれをやっぱり何にでもその人が見たいものに見えるんですよ。そういうことですよね。思で、いままたす。これちょっと面白いのが、今、作品の話とか聞いてると、それでも、それ聞いた時で見ると、また見え方だいぶ変わってきますよね。そうですね。でも、あえてあんまり普段はそういう話はしまあないそうんですですよ。よね。だから、結構、外の情報で左右されてるんだなってのがめちゃくちゃ感じますよね、人って。そうなんですよ。まあ、ただ、その、はっきりとした答えを与えた方が、みんなは分かりやすいって思うは思うんですよ。例えばこの作品は鳥ですとか、この作品はね、海をイメージして描きましたとか、そういうふうに言うと、ああ、なるほどって言って見るんですけど、なんか、あなたの自由ですよって言うと、結構人ってなんか決められないみたいで、結構、難しいみたいなんですよね。仕方ないのかもしれないんですけど、だから自由さを結構ね、苦手とする人が日本の人は結構特に多い気がします。なんか自由が不自由じゃないですけど、とか、
が自由すぎて選択肢がありすぎると、どれを選んだらいいかわからないみたいな。正解、不正解を出すのが怖いから、なんか正解を選びたいんだけど、でもどれが正解かわかんないから、なんか自分なりの答えを出して間違ったら嫌だなとか、なんかそういう、多いような気がする。でもそうですね。そういうの確かにありますよね。そう、なんかそういう考えるきっかけになったらいいなとは思いますね。それで、つりさんの作品を通じて、それこそ見てる方のが自己対話しながら作品とも対話するっていう構図が一番嬉しいですよいや、ね。そうなんですよ。もうそれを、望んでますけど。まあでも、どういうふうにね、作品を受け取るかは、それぞれの自由なので、それも私が限定するものではないんですが。そうですよね。まさにそうですよね。なるほど。で、タトゥーアーティストとしてもご活動されていると思うんですけれども、タトゥーアーティストのご活動の方はいかがですか？最近のご活動としては。いろいろと、まあ、タトゥーの方こそ本当にそのさっき言ったようにその作品の意味付けが結構求められるので、絵よりも。なので、結構クライアントさんといろいろ相談しながらすることが多いんですが、まあ、結構ね、その火のイメージとか水のイメージとか、まあ、私のね、タトゥーの作品は結構小ぶりなものが多いので、ちょっとお守り的な感じで小さいのを一つだけっていうふうに入れる人が多いんですけど、なので、ちょっと、なんだろう。結構そうだな。でもそれこそ本当にタトゥーこそ、まじないだなって思っているので、体に刻むものじゃないですか。自分自身が、イメージした、サインを。なんかすごいなんか、なんだろうな。でもやっぱりそう、なんかタトゥーは結構呪術的だなって思うので、割とやっぱり入れた後は皆さんなんかちょっと、その深い意味合いで入れてない、ただちょっとこの模様なんかなんとなく気に入ったからっていうふうに軽い気持ちで入れる人もいますけど、でもやっぱりみんなね、なんか入れる前と入れる前、後はもうやっぱ違う人になっているじゃないですか。だからやっぱね、多少ね、違いはあるんですよ。でもそれなこるそほど。実ちょっと大きい作品を入れたんですけど、お客様のね、方にね、この、ここですよね。ですね、背中のところですね。この作品は本当に私はそんなに何もイメージして描いたわけじゃないんですけど、お客様の方が、これは鳳凰に見えましたので、鳳凰として入れてくださいってご連絡いただいて、わかりました。じゃあ、こいつは鳳凰として入れましょうって言って、鳳凰として入れたら、終わった後に、連絡いただいて、帰りに鳳凰の雲を見ましたって言って、だからやっぱり、なんか自分の見たいものに見えてるんだわって、すごい実感しました。確かにそうですね。そう。その場で相談して決めるんですか？タトゥーは、その場で相談して決めるっていう、そのサンプルの、絵柄もあるし、それだったらその場で相談して決めれるんだけど、そうじゃない場合は、デザインを、書き起こすから、その、やり取りをしながらデザインを決めてっていうのもある。どちらもあります。なんかクライアントさんとお話しながらやっていく、構築していくっていうお話が最初にもありましたけど、そういったところのご活動で、自分の、つるんさんの作品、個人の制作活動の作品に、こう変化とかありました？どうだろう。でもそんなになかったかもしれない。もともと自分の作品が結構そのタトゥーの、活動を始める前からタトゥーにしたいなって言われることが多かったので、そこはでもそんなにコンセプト的には変わってないかもしれないです。ああ、そうなんですね。逆にこうなんか、なんていうんですかね、クライアントさんとの共同で作ってるデザインだったりするじゃないですか。共ある同で種。のそれはお客様に合わせてっていうのはありますので、自分のもともと持っていたものを少し変えていくっていうのもあったりします。なるほどですね。で、そこからこう作品にご自身の自分の、誰にもこう言われることなく生み出す作品の時のデザインって少し影響されるのかなと思ったりするんですよね。なんか影響というか、
なんか、あ、こういうデザインも私できるんやとか、この構図とか、こういうバランス面白いなっていうのが、新たな発見とかって、お客様とやることによって、生まれたりするのかなと思ったりしたんですけあ、ど。でも、意識はしてないけど、もしかしたら少し影響されている部分もあるかもしれないですね。あ、そんなにすごいたくさん変化があったようにはあんまり思ってはいないんですけど。なんかこう、分析じゃないですけど、見比べてやってみると面白いかもしれないですよね。しかもそれが、こう、第三者の目線で見た方のが、より、あ、なんかちょっとここ変わったような思います、私とかいう言葉があると、あ、そうかもって。自分よりも他の人の方が気づくんじゃないかなと思います。うん、そうですよね。だから今回の個展は、旧作と、新作が出られるってことなので、そこの時間の経過によっての作品の違いだったり、もちろんその今回個展が和風の会場でやるってところで、そっち側のエッセンスが強いとは思うんですけども、それとは別のベクトルで見ていただいて楽しんでいただけるっていう形になっていくと面白いですよそうね。ですね。いや、いいっすね。で、今、鶴さんの中で、まあ、個展、もう先の話になっちゃって申し訳ないですけど、まだ個展も実際始まってないんで、あれなんですけど、今後、こういう行動、活動していきたいとか、こういったところで、まあ、展示もしくは何かやりたいってあったりするんですか？そうですね。また空間ごと作り込んだ、なんかこう、展示会を改めてやりたいなっていうのもありますし、ちょっとその、関西でするのか関東でするのかとか、全然全くノープランなんですけど。ああ、なるほど。大阪、名古屋でやってほしいっていう話ありましたしそうね。ね。はい。大阪は行ったことあるんですけど、名古屋はまだしたことはないので。お、じゃあもう、東名阪のツアー回ればいいんですか。いやーでもちょっと憧れますね、ツアー回り。うん。いいですよね。はい。ちょっと、いいなって思います。ちょっと大きめの車をちょっと運転して、作品を作あ、もう、自分で 回っていくんですか？そう。いやでも全部梱包してなんか送るの大変じゃないですか。もうだったら、もし何箇所も回るって決まっているんだったら、もう自分で座って行った方が全然いいんいや、じゃないかそなっれて。めっちゃかっこいいじゃないですか。面白い。ツアー、そう、ツアーでね、できたらすごい楽しそうだなって思いいいですね。いや、それ追っかけたいっすね。みんな追っかけてください。いや、追っかけましょうよ。めちゃくちゃ面白いじゃないですや、か。でも、すそ、で、そごこく、の、で、あれですよね。そこのご当地のものとか、こう、食べたり。かっこよすぎる。いや、できたらね、できたらしたいですね。もう本当に。全都道府県はさすがにちょっと厳しいかもしれないから、各地方ぐらいは行きたいですよね。やっぱその環境によってだいぶ違ったりしますもんね。刺激もいただ運ける転の大で。丈夫の免許ですよ。運転の心配。なんかすごい心配されるんですよ。めちゃめちゃ私、安全運転ですよ。全然問題ないです。なんかそうやって言えば言うほどになりませでん？は、心配されるんだけど、全然もう本当に無事故無違反でずっとゴールドなので、全 然あ、素心晴ら配。しい。ついていきたいです。あ、いいじゃない。じゃあ行きましょう。追っかけてください。面白いですね。なんか空間作りにおいて、こういうのちょっとチャレンジしたいんだよねっていうのが、明確なビジョンとかだったりするんですか？でも、ちょっと私、対バンツアーやろうぜ。やろうよ。バンドじゃないんですよ。対バンツアーやろうぜ。やろうぜ。そうだね。なんか、ちょっと私、今回、その、だるまを書いてて、ちょっと今回は用意できなかったんだけど、その、ちょっと蛍光塗料でだるま作りたいなって思ってて、別にだるまじゃなくてもいいんですけど、なんかそういう、ちょっとサイケな感じの、展示したいなって思います。ああ、これめちゃくちゃ面白そうですね。サイケだるまとか、まあ、立体物何か、もしくは、まあ、平面でもいいんですけど、もうちょっとなんかそういう感じの会場で、ちょっとブラックライトでやろうかなと。いや、いいじゃないですか。てか、あれ、オールナイトみたいになればいいじゃないですやか。りたいです。昼間を普通に暗くしないで、で、夜になったらブラックライトを暗くして、バーっぽい感じとか、クラブっぽい。日は普通な
感じでね、夜来たら違いますよって言って。クラブみたいな音楽とか流したりしていや、あえてそこは、静かな音楽なんですよ。ああ、いや、もうね、趣味悪いわ。これ褒めてます。いいっすね。ないので、別に私、サイケ大好きとかじゃないので、は、もう、あえて、サイケに行かないです、音楽は。いや、逆に、サイケデリックな音楽じゃないからこそ、なんか、サイケになっていきそうですよね。なんか逆ちょっに。とトリットプラしンそうです。ス、そうそう、トリップしそうな。それ狙います。それめっちゃいいでしょ。袋。あ、でも袋に見えるみたいですね。まあ、形似てるから、袋も。確かに、確かに。あなたが思う方です。あなたが思う方で大丈夫です。そうですね。い。そう。だから今回ちょっと、その次は、ちょっと蛍光系、ちょっとやってみたいなと思っています。OK、楽しみですね。なんかもう、すでに計画、その蛍光系をやるにあたっての計画みたいなのあるんですか？まだ自分の作品としてっていうのはまだないんですけど、とりあえずちょっと11月に、その、イベントの音楽パーティーの、デコレーションをお願いされて、その時にちょっと取り入れてみようかなと。あ、もう最高にマッチングしそうですね。そう。でもそれも別にサイケの音楽じゃないですよ。でもまあ、なんか、ちょっとポップな感じで、が合いそうなイベントなので、ちょうどいいなと思って、ちょっとそれに気持ちが向いてたから、あ、じゃあデコレーションもちょっとそういう感じでしようかなって思ってて、主催者さんに相談したらめっちゃいいって言ってくれたので、多分そういう感じで手始めに作品含めずに空間作りだけやってみます。ビルな音でお願いします。うん、展示会の大成功お祈りします。ありがとうございます。よかったらね、いらしてください。ありがとう。そうですね。いや、でもちょっと、将来というか、近い未来のお話も聞かせていただいたんですけれども、もうそろそろあと10分そこそこになってきたので、また話ぐって戻して、ちょっと古典の、お話を改めて聞いていこうかなと思うんですけれども、今回の古典はダルマと。ダルマは大中小のサイズがあるってお話でしたけど、おっきいサイズでどのぐらいですか？ 30 センチとか？私の頭ぐらい、顔ぐらい。あ、じゃあ、ツーリーさんの顔がこう並んでるって感じです。一体、一体ね。一体ね。と、私の顔ぐらい。これぐらい。何センチぐらい？自分の顔測るんですか？ 18センチぐらいの。17センチぐらいか。17センチぐめっらい。ちゃ小顔じゃないですか。そうですか？ 嘘は言ってませんよ。嘘は言ってません。ほらほら。これぐらいのやつ。ありがとう。ちゃんとね、一番大きいのがそれぐらいですね、だるまちゃんは。いや、本当はもっといいなと思ったんですけど、まあ、今回はちょっとね、間に合わず、ちっまたちゃいもっのと。は手乗りぐらいってことですかね。は3センチぐらいですね、小さいのは、一番小さいのは。あ、白いのがあるな、ここに。こんなちっちゃいのに書くんですか、これ。これそんなにちっちゃくないですよ、別に。3センチぐらいだったら。白いのがね、白いまんまだとこれぐらいですね。3センチぐらい。これぐらい。それで、写真に載ってる密度を書くって結構じゃないですか。全然そんなことないですよ。いや、それは、あれですよ。普段からこう、細密な絵柄だからかもしれないですね。全然思いません。そう。全い然や、だ何からも。こういう、皆さんちょっとぜひ実物見てもらって。いや、めちゃめちゃ緻密ですよ、これって。つりさんのご本人にちょっと突っ込んであげてください。全然じゃないっすって。なっちゃう。全然まだまだ、まだなんまだか、あります。そ辛口な人もいらっしゃるかもしれないですもんね。うですね。まだまだ、こんなダメだよ、つってね。はい、わかりました。もっと来て、やれ、つってね、言われるかもしんない。いや。今回作品は、平面の作品に関しては、額装されてるやつがあったりするんですか？それとも、パネル一発みたいな。両方あります。両方あります。
学装は学装で結構その差別化してたりするんですか？なんていうんだ、デザインとか色味とか。モノクロの方は学装してますと。そうですね。でもどっち、そんなに差別化、あんま意差識別はし化てない。あんまり意識してないです。そんなにしてない逆でにちょっと、主催というか僕もイベント企画とかしてる人間なんですけど、の立場からちょっと聞きたいんですけど、学装する作品としない作品の区別とか判断ってどういうふうにしてるんですか？そうですね。いや、でも基本、展示会に持っていくものは、学装しないと持っていけないので、特にはね、持っていくでしょう。あとは、そんなに、私はそんなに、あれですよ。見た目重視なので、見た目でいい感じだったら、それで OK って思ってるんでああ、すなけるど。ほどですね。フレームありの方のがハマりそうと思ったら必ずフレーム入れるし、これなしで展示した方のがとか、あった方のがかっこいいよね、かわいいよね、決まってるなと思ったらしないってこと。そう。もう、その時のね、その作品に合った感じでいいんじゃないかなと私は思うんですけど。ああ。じゃあもうそのフレームも込みで、まあフレームありなしありますけど、込みで、プロデュースした作品ですっていうことですよね。大きい作品はでも結構やっぱ額装した方が映えるので。なんか額を選ぶ際に、フレームの色とか、まあマットありなしとかいろいろあると思うんですけど、その辺、以外なんて。ちょっと数えてない。ちょっとわからないな。なんて言うんだろう。お楽しみに来た時の。ください。で、カウントしてくださいってことですね。数で、えて。フレームの色の選定とかデザインの選定というのも、もうその時に絵というか完成されたものを見て、あ、これはこの色味とかこのフレームがいいなっていうのがもう頭の中で思い浮かぶ感じですか？いや、書き上がってからですね、基本その作品を作る時も、完成図をイメージして書いてないので、出来上がってからですね。まあでも基本はその、割とシンプルめな、ね、地味めな感じの額がやっぱり多いです。なんかそっちの方がバチッとハマりそうですよね、逆に。ね、まあ本当はね、自分で作れたら額も作りたいんですけどね。マジですか？なんか、作りたくないですか？ いや、ちょっと僕は分かんなかったですけど、作りたくないって言われて、あ、確かにとはあんまないのなりかったですね。あら、あ、やほー、やほー、やほー。そうなんですよね。ちょっと本当は作りたい。いや、なんか、そのし、あの、市販の額って結構なんか、普通の感じのものが多いじゃないですか。言わんとすることは分かります。と、なんか、もう少し面白みが欲しいな。でも、だからといって、その、ヨーロッパっぽいアンティークな感じは自分の作品と合わないので、なんか、もうちょっとなんかないかなって結構思ったりします。ああ、なるほど。そっか、ツーリンさんご自身の中でマッチングするものがあまり探せないからないから、もうご自身で作りたいっていうのもあるのかもしれないですね。そう。でも、どういうのかっていうと、わからない。すごい彫刻を施すっていうのも、さすがにちょっと厳しすぎるので、なんか難しいなとは思ってる。なんか、出会いがあればいいんですけど、そういい感じの。ですね。確かに確かに。そうなんですね。でも、もう、そろそろ作りかねないですよね。いや、作ろうかなとは思っています。でも、なんかその、なんていうの？多分、浮き額、書く箱あるじゃないですか。あれは全然作れそうな気がしますので、ちょっと手始めはそこをやってみようかなっていう。また忙しくなっちゃ もうその、今回の展示じゃないんですけど、ちょっとその、こっちのその鳥取の方にオープンするリゾートホテルの方で、ちょっと、レンタルみたいな形で作品を展示させて、ね、いただくことになったんですよね、客室に。で、それ一つ、ちょっと変わったサイズの、キャンバスがあって、それのフレームちょっと作ろうかなと思っていますね。あ、じゃあもう早速着手しそうな感じですよね。そうです。東洋の魔女。いや、もう東洋文化が好きだからね。あんまり西洋文化はあんまり自分の中でしっくりこないのでね。ちょっと東洋っぽさを残しつつ、あんまりなんかごちゃごちゃしすぎないみたいな感じのものを求めてるんだけど、本当に難しいです。今回はその空間も和テイストな感じなので、それとの、
コラボじゃないですけど、世界観の。東洋と。あ、和テイストも、やっぱり自分はね、結構その中華ルーツなので、中華っぽい配色にどうしても結構なったりするんですよね、意識してなくても。あとも結構マッチするので、いいんじゃないかなと思ってはいます。まあ基本はそうだな。まあ東洋の文化ってやっぱり結構共通するじゃないですか。西洋文化も結構なんかその国は違えど共通してたりするので、というなるのを。ほマッチングさせていこうかなと思っています。ど。今回結構その、ツーリンさんのそのアイデンティティというか、そういったところもこう、垣間見えるような空間になったりしそうな感じですね、お話聞いてると。常に全開にしてますけどね、アイデンティティまあ、は。そうですよね。今回も溢れまくるような。そうですね、溢れさせます。溢れさせます。あ、いや、もう体感してほしいですね。ぜひ、そうですね。やっぱりその SNS、画面越しでは伝わらないものもあると思うので、なんかその会場のね、空気感だったりとか、エネルギーをね、感じるっていうのは、もしね、可能であれば、感じていただけたら嬉しいなと思いますね。はい。では、そろそろお時間になってきたので、最後に、また改めてなんですけれども、つにせがご案内というか、告知、宣伝をしていただけたらなと思います。よろしいでしょうか。チャンツーリンの、個展があさって、10月11日から10月の、14日まで、13時から17時までの、世田谷区の、東京都世田谷区、台沢の、クヌギ屋さんにて、開催されますので、足を運んでいただけたら、嬉しいです。ぜはい。ひ、お会いしましぜょひ。う。嵐、ありがとう。ありつがりとうさんございます。もご本人も手術いらっしゃるということで、ぜひ。はい。ので、ぜひ、はい、いらしてください。はい、ぜひお願いします。そして、一応このアカウント、ラフラボっていうアカウントなんですけども、これの宣伝もさせていただけたらなと思います。つりんさんがご出演していただいた、YouTube のチャンネルなんですけれども、インタビュー、お誘いいただいてインタビューをしていただいた、ラフラボさんのチャンネルでございます。はい。なので、ぜひ、個展行く前に、つみさんの、生い立ちじゃないですけど、作家性とか、そういったところもお話聞けた、聞けますので、YouTube の方でご覧いただいて、予習をしていただいて、個展を楽しんでいただけたら、より楽しめるかなと思いますので、ぜひご覧ください。動画も2本ほどラフラボさんの方でございますので、そうでぜひすご覧。ね。今回はね、インスタライブで急遽、お誘いさせていただいて、ご出演いただきありがとうございました。いや、ありがとうございます。こちらこそ、ね、楽しくお話できました。やっぱりこうやってインタビューをしていただくと、改めてこう自分が、なんでだろうなっていうふうに考えるきっかけになるので、すごくいいですね。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。だってやっぱその、さっきもいろいろ質問していただいたんですけど、やっぱ普段なんかそのなんとなくでね、そんなに考えずに制作してたりするので、改めて聞かれると、そういえばなんでなんだろうなって、自分でもう深掘りできるチャンスなので、いや、本当にすごく、いい機会だなって思います。ではちょっと定期的に今後ともよろしくお願いしこちらこそ。す。すいません、それではお時間となりました。改めてやっぱり考えるきっかけだったりとか、自分の中の思いをなんかこう再決意だったりとか、なんか再確認の、なんかきっかけです。すごい、いい企画です。ああ、よかったです。ありがとうございます。どうぞ。それでは、そうそう、締めさせていただきたいと思います。今回のゲストは、アーティストのチャンツーリーさんでした。ありがとうございました。がとうそごれではざいまます。た、インスタライブでもお会いしましょう。YouTube もやってるので、ぜひぜまたひ。お会いしましょそれではありがとうございます。う。バイバイ。あと。